はいどうも、こんにちは、こんばんは、どうも、せつなです。ということで、今回も生贄の夜、物語を進めていきたいと思います。いきます。はい、ということで、今回もせつなの物語第4話いきましょう。何かが狂い始めた。あ、狂い始めている。失意の底のミクと別れ、刹那は一人リビングに戻ったが、ねえ、なんで置いて帰ったの刹那。なんで置いて帰ったかな。僕ならねえ、連れて帰りますけどね、そこは。ケイ、ミク、みんなおかしくなっていく。こんなとこ来るんじゃなかった。うん、まあそうだよね。やっぱりあれだよね。うん。あれだよ。うん。あれだと思うんだよね。そう。大学生とかって、大学生とか高校生って、そう、心霊スポットとか行っちゃうと思うんですよ。あのね、遊び半分でね、行っちゃダメだと思う。僕はね。うん。ということで、うん、なんかね、はい、進めていこう。来るんじゃなかったと。はい。にしても、うわー、だからビビったー。なんなのもう。ね。え、マジかよ。マジかよー。お姉ちゃんを助けて、私についてきて。いや、待って、お姉ちゃんは、いいんだけどさ、お友達を助けてって言ったのはさ、君じゃない？まずさ、ミクを助けてくれないかな、君はさ。え、なんか今、ミクらしき人物がいたような気がしたんだけど。調べようか。子供なら通れそうだ。僕には無理か。僕には無理だな。まあ、太ってもないけどね。わー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 、上がっちゃって、スロープ！せーい！いるって、そこにさ。来てるって！え、あれ、開けちゃダメだったのかな？え、待って。あのさ。何？もう、何？俺なんか悪いことしたか？してないよ。してないよ。え、だから、ここを開けて、振り向いてダッシュしろ。はい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 、ダッシュ。はい降りて。え、待って。あ、来てないか。もう来てないよね。オッケー。いや、いるよ。え、どうしようかな。あ、女の子来た。なるほどね。ここでずっと待ってればよかった感じね。え、待って。え、どうすんの？来てるって。ねえ、もう意味がわかんないんだけど。え、待って。どうすればいいんだろう。え、だから、行くじゃん。そこに、多分なんだろう、あれ、ケイかな。で、違うな。多分女の子が来るまでここ登っちゃダメだと思うんだよね。あ、待って、下って。せつなさん、下って。多分、
あそこが、あそこに女の子が来るまで行っちゃダメだと思うんだよね。よし、これでいけるんじゃないかな。これでいけるんじゃないかな。これでいけるんじゃない？これで。おっとりしてるな、この子。いや、いるんだよな。どうすんだろう。ライト消したら見えなくなりますよみたいなのあるかな。あ、いなくなってない。うわー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 、おい、いなくなってる。だから怖いって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 、バイセコー。え、助けて助けて。待って、すっごい怖い、すっごい怖い。待って、どうすればいいんだろう、どうすればいいんだろう、どこに行けばいいんだろう。扉あった。あ、これか。あれ、待って、なんか今白いものなかったかな。あった、忘れるとこだった、危ない。何者かの手記。私がつくよみの伝承を世間に公表したことで民衆は焦っているようだ。伝承を闇に葬るべくつくよみを、ん？何？ダッチ？っていいのかな？まあ、ここら辺に出しておきましょう。ダッチし、海に沈めた妹の命もまた狙われている。やはり私には彼女を守る責任があるのではないか。え、少女ってもしかして俺っていう、この刹那くんが追っている、ちっちゃい女の子。あ、いたいたいた。いや、待って、でもさ、え、何このボタン。ポチッとな。え、何が動いたの？何が動いたのかな？何が動いたの？あ、あそこの、あ、あれがドアになってる。さっきの絵があったとこが。あ、だからびっくりした。いや、もっとさ、うわ、血だらけ。お姉ちゃんを助けてほしいんだったら、もうちょっとさ、もうちょっと柔らかーく出てきこい。柔らかーくメール来ちゃう。お姉ちゃんは、未来が変えた。でも、たくさん、血が必要だった。たくさん血が必要だった。なんだこの分かれ道は。壁が、あれはいけないからこっち行けばいいのかな。そっちじゃないよ。え、そっちじゃないの、こっちじゃないの、こっちじゃないの。え、こっちだろ。すげえ、通れた。ありがとう、幼女ちゃん。え、待って、マネキンがいるよ。今度はどっちだ？こっちか？そっちじゃないよ。嘘だろ？嘘だろ？これもう戻れないじゃん。マネキンがだっけいるもん。うわ、待って、来てる。あー、どっち？今度はこっちか。わかった、壁ってかぶっ壊れてる方に進めばいいってことか。やーい、やばい、この女の子のなんか微笑みが可愛い。違うじゃん、こっちじゃないじゃん。バカじゃないの。うおぉ！あー、なにこれ、開くの？開かないよー。はぁはぁはぁ。え、待って、扉何枚抜けたかな？それを覚えてないと意味ないじゃん。ってことで、やり直していきましょう。お姉ちゃんは血が必要だったってことですよね。
まず1枚目ね。1ビビってる場合じゃない。1 2、そして3。ここだ、ここかな。あ、違う、この笑いはなかった。こっちだ。次か、ここか、ここか、こっちだ。合ってたー、やったぜー、やったね、やったね。わわ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 、メール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 が来たよ。お姉ちゃんはみんなが嫌いだった、だから隠れてた。そうなの。なんだ、骨董品。待って待って待って。なんで絵も生贄みたいになってんの。これさ、怖くない？む、うわあ！そういうことかい。そういうことかい。じゃあもういいよ。あの絵には触れないよ。もう、ノータッチでいくよ。ノータッチ。お！なにあれ？あれみたい。なんだっけ？月読み堂にあったよ。でっかい目。お姉ちゃんは会える数字は、お姉ちゃんに会える数字は窓の外。お姉ちゃんが月読みになった年。お姉ちゃんに会える数字は窓の外。お姉ちゃんが月読みになった年。どういうこと？は、クローゼットの奥か。何このクローゼットの奥がなんか扉スタイル。あ、何もないのかな。そうか、そうか、何もないか。一体どこへ行けばいいのやら、どこへ行けばいいのやら。窓の外。あ、こっちと繋がってるだけか。あった！ 9861 9861 9861。 メモ帳とか持ってないよ、ホラーゲームに必要な。9861 9861 9861 9861 9861 9861。 階段がうまく降りれない。まあ9861ということで、僕は覚えたよ。で、まあそれはいいんだけどさ、どうすればいいんだろう。お姉ちゃんに会える数字は9861ということですよね。で、どこに入れればいいんだろう。お姉ちゃんに会える数字は9861。なんもないね。ん、なんだろう、戻っていいのかな。じゃあ戻ろうか。お姉ちゃんに会える数字は9861。特になんもないよね。はえ？なぜに開かない。もしかしてこの生贄の絵を破ったら扉があるとかはあるのかな。もしやん、あ、これは触れないのかな。ぽいね、触れないっぽいね。でもあっちの絵を触ると生贄が出てきて何もなかったから、いやー、ちょっと頭使うようになってきたな。さすが、まあホラーゲームは謎解きがあるからな。頑張っていきましょうか。この絵のどっちかをぶち開ければいいんじゃないか。うわー、だって手出てた、手出てた、手出てたよー。
もう一枚ぶち割ってみようか。9861。番号が違うのか。9861じゃなかったっけ。逆 ?9861 だから1689?1689 かな ?1689。は、ちょ、待って、番号が違うのか、番号が違うのか。一回生贄を巻きたい。にえを巻きたい。9861ちゃうんかい?足すのか、あれを。足せばいいのか、あれをな。そういうことだな。ちょっと、ビールゴン、ちゃんとして。よし、行こう。9861だよね、あれ。だよね、うん。逆さに読むってわけでもなさそうだし。あれ?いるやん。いるやん。9861。だから17。17、23、24ってわけでも。0024とかそういうことか。で、降りてきちゃった。0024とかそういうことかな。17、23、21とか0024とかかな。降りてきてるんだよな。僕をどこへ連れて行こうとしてるんだ。いるよ、横にさ。お姉ちゃん何かが狂い始めてる。エンド。刹那の物語第5話が追加されました。セーブしています。はい、ということで、今回はちょっと謎解きで長くなっちゃいましたが、あそこは直近します。はい。まあね、こんなこと言ってもわかんないですよね、実際。切っちゃうんでね。はい。ってことで、今回は、ちょっとね、あ、でもどうだろう、謎解きカットしたらいけるかな?まあまあ、今回は、この第4話だけで終了にしたいと思います。はい。では、もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、
ツイッターのフォローの方よろしくお願いいたします。では、ご視聴ありがとうございました。せつなでした。じゃあねー。